可愛いね。あ、そうだね、いいじゃない。大変だ、お披露目できました。え、可愛い。ちょっと触った、触りすぎだ。後ろの尻尾を見たい。あ、見たい見たい。え、めっちゃ可愛い。ちょっと可愛い。リボンから、リボンから生えてるみたいな。可愛い。緑なんだね、ちょっと 見づらいけど、そうなんです、可愛いね、ピンクと緑、組み合わせいいね、ぴったりだな、可愛い。え、このさ、曲をさ、あのカナリアで歌いたいなって思った理由とかってあるの？聞きたい、あの、実はこより、小さい頃から、自分の小袋になってくれる人を探してたんですよ。どういうこと？どういうこと？どういうこと？小袋を探してた。あの、この曲すごい好きで、あの、小袋になってくれる人いないと一人でね、全部歌わなきゃいけない。意味が分からないんだよ。小袋、あ、僕たち小袋というか、そう、あの、彩香さん、小袋さん。あ、なるほどね。小袋さんってこと。じゃあ、僕たち二人で組んでいきますよね。次の場所に行く指令が来ているので、ここに行ってください。あ、わかりました。じゃあ、僕たちとももうお別れです。嘘、はい、じゃあ、なのにまだ、まだ、まだ、じゃあ、行くよ、せーの、わーい。曲がりくねった道の先に夢見てた、あの日の僕が